もうちょっとしようかなと思ったんだけど、もう寝ようと思ってやめた。その選手かリアキマッチだけ終わらせた。まだやってない。新しいなんかさ、なんだっけ、なんかモードね、新しいモードのカジュアル面白そうだった。やられてもまた生き返れるやつ、なんか新しい子やってたやつ。この後やっぱしないです。ちょっとやんなきゃいけないことあるからそれちょっとやって寝ます。私もなんか期間限定のモードみたいなのがやっぱりたまにあるんだけど、それがあって、あ、そう、スリーストライクってやつ、ちょっとね、あの気合入れても機械入れるみたいなやつなんかまだ一回もやってないからさ、ちょっとよく分かってないけど面白そうだった。説明のか読むの、読む限り。漢字ドリル、何が漢字ドリル、季節感、何や、季節感変、冷蔵庫と服、服、部屋は暖かいから暖房つけてる。さすがに暖房つけてなったらこの持って着れない、寒すぎる。部屋つけてる、暖房ちゃんと暖かい。できてよかった。何の話何の話したから仙台出張いいね。仙台も行ってみたいな。牛タン、仙台牛タンだよね、いいな、牛タン食べたい仙台行って、東北とか、東北行きたい。関東より上に関東より上行きたいな。あ、確かに寒そう、寒そうだけど牛タン良くない。あ、ずんだ、ずんだシェイク、ずんだシェイク1回しかない、多分。そんなこと一回だけ羽田空港に売ってるんだよね、ずんだシェイク。それ一回だけ飲んだことある。あれ美味しいよね。一回しかないけど。ネギシに、ネギシは何回か行ったことあるよ。ネギシでしょ。何回かある。ひなことかみつおちゃん。とかと何回か行ったこと。東京でしかない。大分多分ないにぎし。あるのかな。ちょっと多分ない。わかんないけど。行ったことないから多分ない。あ、ひなこのさ生誕ティー、去年のほらここ19って書いてる。ひなこの着てる部屋着、私の
の子元気だよ、普通に元気。もうこの前のこの前の配信の時に久しぶりに会って、そう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 、あの YouTube の配信の時に、みんななんだけど3人に久しぶりに会った、その時に1ヶ月半ぶりぐらいに。久しぶりに会って、変わってなかったね、みんな。みんな変わってたなんていうあの変わってなかったけど、みんな変わってる、なんていうえ、なんかさ、こう4人で話しててもさ、なんかみんな変わってるなとは思わないけどさ、なんかスタッフさんとかと話してるのを見ると変わってるなって、わかる？自分たちと話して、なんかその4人で話してたら別にあんま思わないんだけどさ、たまに思うけど、そんなすっと思うわけじゃないけどフ自分たち以外の人と話してるのを見るとさやっぱ変わってんなって思う。大人っぽいって、いや全くそういう意味じゃなくって、そういう変わってる、うん、変わったじゃない、成長の意味は変わってるじゃない、あの変っていうそういう意味の変わってる。お互いがお互いのこと言ってるからな。みんな変なの、みんな変でしょみんな、いやあれでさみんな変わってるでしょ、変っていうか、そういう、なんていう、変っていうのはちょっとさ、なんか違うけど、こと変わってるでしょみんな変わってる。その時に久しぶりに会って、ひな子はその後に一緒に買うもの行ったから、誕生日の前日だったかな、私の2日間行ったから、その時やったけど、そこから会ってないから会ってないね。たらね、なかなか予定が合わないのね全員が合う日があんまなくて、そっからなかなか行ってない。 LINE もしたい、 LINE はたまにする、そんな頻繁にはしない、みんなそういう人じゃないからLINE もなんか毎日みんなで会話するみたいなのはないけど、たまに、みんなそんな LINE たくさん続けられないタイプの人なの毎日は無理だけど、そうそう、きなこも誕生日だしね18土曜日、今週の
悪かった、なんかはなんか悪かったら箸呼ばないでしょ。自分のチャンネルの配信に呼ばないでしょ。仲良し4人で体育祭やってるとか、4人で体育祭つまんないよ絶対。つまんないよ体育祭は、あれは人数が多いから楽しいんだよ。体育祭はいいか。体育祭4人で体育祭捨てつまんないって。ジンガね、ジンガめっちゃ楽しかったね。あんなさ、ジンガなんかなんていうの、なんていうの、なんか真剣にやったの。めっちゃ久しぶりだった。めっちゃ白熱してた。ジェンガとなんだっけ、あのなんだっけ、黒ひげやったじゃん。ジェンガと黒ひげでなんか最初10分ずつぐらいでみたいな予定ね、予定みたいな感じだったけど、ジェンガとジェンガでも普通に超えた余裕で。めっちゃジェンガの時間長かった。あれ黒ひげね、他のなんか黒ひげなんだっけ、普通の黒ひげもできるし、なんかちょっと変わった遊びこともできるやつなんだけど、普通のやつしかできなかった。時間足りなくて。えジェンガがあまりにも長引いた、予定と違ったね。ジェンガと来る日、私の私物じゃないですね。違います、借りたやつです。あれ誰のなんだろう、スタッフさんのやつなのかな、そこが。なんかボードゲーム系のやりたいってスタッフさんに言ったら、その YouTube でその配信するときにさ、何するかって話になって、って言ったらなんかボードゲームいろいろ持ってるって言ってたから、スタッフさんが、スタッフさんねさんかな。聞いてない。なんかスタッフさん、そういうボードゲーム好きなスタッフさんが何人かいて。思ってるって言ってた。久しぶりにやったら楽しいだよ。なんかシンプルなやつほど面白い。なんていうの。シンプルなやつほど難しい内容、なんていうの。が難しそうな、面白いけど。シンプルなやつ。やつみんな分かりやすいからさ。前回指定してないの、別にスタッフさんが用意してくれた。うん、あ昔人生ゲームしたことあるよ、ある、なんか友達の家とかで。私は思ってなかったけど、友達の家とかかな、どこでやったことあるんだろう、多分友達の家とか、あんま覚えてない。でも私持ってないから、友達の家か。
人狼の時は人狼、私はねボードゲームがしたいって言ったんだよね。だからなかったんじゃない人狼のやつが。人狼のさカードのやつもあるけど、カードでするパターンの。もう最近さスマホでできるじゃん人狼って。だから思ってなさそう。アプリあるよね。ボードゲームしたいって言ったんだよね。なんなら麻雀もできる。麻雀誰一人できない私もできないし、あの3人もできないと。できんのかな。え、できないんじゃない。誰一人できない気がする。なあ、ルール覚えるとこからになるから終わんないよ。まあじゃあ、あの始められない、なかなか。ボードゲームなんじゃない、わかんない。わかんないけど、どんじゃらもしたことないんだよね。なんかわかんない、わかんないんだ。よいしょ。もしお化け屋敷のボードゲーム。何それ、お化け屋敷のボードゲーム。ボードゲームっていっぱいあるよね。もう今全く持ってないけど、ちっちゃい子なんか持ってたかな。いや持ってなかった。ちっちゃい頃トランプぐらいしか持ってなかった。うちの家はあんまね、兄弟全員でゲームやったりとかしないんだよね。みんなゲームするけどさ、なんか4人でとか。やったことはあるけど無理しないんだよね。桃鉄とかもやったことあるけど、途中でね、なんか何回かやっていくうちにもう途中で誰か飽きて離脱していくの、どんどん。だからね、であとなんかもう他のゲームしたいみたいな。あんまないね。友達と一緒にいいとこあるけど、あのなんだっけ、あの兄弟で同じのあんましない。リョーカーとやったことあったかな。なんかあったっけな、家にリモコン4つもあったっけ。スイッチあるの、マリオカート。マリカあるけど、トロラ4つもあったっけ。そんななかった気がする。4人全員じゃないか、もう覚えてないや。持ってたっけ、コントローラーの数がどんだけあるかわかんない。2個あるじゃん、だってスイッチがさ取れるじゃん横。弟のやつは、弟と妹2人で使ってるやつは普通のスイッチだから
れるからさ。あ、あともう一個もある、プロコンがあるから三つあるか。あと一人できない一人できない、確か覚えてないけど。コントローラー4つなかった気がするんだよね。家3つもあるけど、あと1個あったかな、覚えてない。スイッチライトとな、スイッチライトとスイッチはまずコントローラー外せないでしょ。スイッチライトはで、スイッチライトは画面につなげることができない、それかな。あとちょっとスイッチライトの容量が少ないんじゃなかったかな。でもスイッチライトの方が軽いしちょっとちっちゃいから持ち運びしやすいみたいな感じ。そう、それが違う。でも一番あれじゃない、テレビにつなげれないっていうのが大きいんじゃない、一番の違い。コントローラー外せない。じゃない、軽さで、軽さで、なんか普通にテレビつな、その買った、ただそのスイッチ欲しいって思った時、別にテレビ繋がなくてもいいかみたいな今みたいにパソコン買う予定もなかったし、そもそもエピやってなかったし、まあだからいいかなと思って。でスイッチライトの方が安いのね、その分、そのなんかちょっとできないこと多いからさ、安くてちょっとでスイッチライト、ソフトは共通で使える。だからなんかまたキーボードついちゃった、消そう。あ、これあれだ、元から抜かないと。ちょっとキーボード、なんか電気勝手につくんだよね。オッケー、はい、ついてる。ライトできないソフトないよ、全部使える、スイッチだったら。あ、ついた。何をしてたんだろう私。ん？戻った。なんか適当に押してたら。わかんない。いや、戻ったから。PC だよ、ゲームするために買ったから。パソコン消そうキーボード消したくてつけただけだから。すげえ早いし、また適当だよ。
PC 高い。で現 PC その配信とかしたいとかだったらちょっとスペックが低すぎるとできないからあれだけど、そんなのがなければどのぐらいから買えるんだろう。ゲーミング PC でしょ。15万ぐらいだったら結構普通にできるんじゃないかな、わかんないけど。15じゃ無理かな。いけるんじゃない、無理、いけないかな。15万、私の発信がしたかったから、そのできるぐらいのやつ買ったけど、まあでも安くはないけどね。あ、そこ15万、でも15万でも安くはないけど。貸したいからスペック Wi-Fi で勝ちたいってか、あの私もともとスイッチライトでやってて、スイッチライトをやりづらすぎて大きい画面でしたいと思ってパソコンに変えた。だからもうその時点でもうだいぶあのスペック上がってるから、もう分かんないのよそれ以上の。もともとパソコン使ってて勝ちたいからスペック上げるじゃなくて、スイッチライトからあの大きい画面でしたいと思って PC に変えた。そう。もうそこまでいけてない、そこのなんていう、そこの勝ちたいからスペック上げるっていうとこじゃないのよ、もうちょっと下のところに。優先ですね。スイッチでどのぐらい、スイッチで1年ぐらいやってたかな、1年ちょいでパソコンに変えた。かっこついたりじゃないな、スイッチ。その時はさ、もうそれがさ、スイッチの画面しか見たことがなくって、もうそれが普通だから全然わかんなかったんだけど、今見たらやばいね、スイッチの画面めっちゃカクカク。なんかパソコンで一回一時期やってた後に、あのそう、あなんだっけ、弟とやろうと思って、弟なんかね子供アカウントで、スイッチのアカウントがスイッチ同士じゃないとできなくってさ、私がパソコンだとできなくって、でスイッチでやったんだけど、やばすぎてすぐやめた。なんかバンガロールっていうレジェンドがいるんだけど、そのレジェンドの使える技みたいなやつがあって、なんか煙出せるのね、その煙がもくもく、なんか木がさこう木煙が
なんだっけ、パソコンだったらもうちゃんとさ、なんかもう煙なんていうの、こう普通に普通な感じなんだけど、あのスイッチだったらカクカクしてた。あのできない、あの遠くの敵とか全く見えないし。聞いたの弟に、え、こんな煙さカクカクしてたっけって聞いたら、なんかなんて言ってたかな、ちょっと前なんだよね。言ってたらなんか最近そんな風になるかな、なんかそんな感じのこと言われた気がする。よくこれでできるなと思った。遠くの敵見えないし、もう無理だね、スイッチじゃできない。エペでもともと多分向いてないだろうけど、スイッチライトなんて特にテレビ画面につなげてやっといいぐらいじゃない。ぐらいじゃない。ちょっとまだゲームしてるけど、エピやってるか分かんない。最近なんかちょっと前に、ちょっと前はなんか最近エピやってないみたいな。中学生になって、小学生の頃よりか勉強が忙しくなってさ、あんまできないみたいな。もうしてないっぽい。PC はグレ、え？アップグレード？アップグレードできるよ。PC もうなんかいろいろ変えたら、モニターとか、FPS 上げたり、なんだろう、なんか PC 自体のスペック上げたり。ちょっとパソコンさ買った時はさ、すごい調べてさ、まあ、そんな詳しくないけど、まあちょっとは分かるぐらいだったけど、もうさその知識使わないからさ、そんなにさパソコン分かんない、もう忘れちゃった、いろいろ用語覚えてない。また買い替えるときに、買い替えようかなってなったときにちゃんと調べる。ちょっとね、今調べてもきっと忘れちゃうんでね。大丈夫。また買い替えたくなったら調べて思い出す。グリリアの LED ライトの色？使ってる時に光ってる色、青と青、あのなコラボのやつじゃないから普通の色選べないよね。これ選べるっけ、普通の色。何も見た目は何も変えてないスタンダードのやつ。コラボ PC もいいなと思ったけど、普通のでいいやと思って普通のにした。ガレリアいろんな方とのコラボ PC 出してる。
椅子、椅子ね、椅子っていうかね、机本当は買いたいんだけど、なんかモニターさ2台ぐらい置けるような机にしたいんだけど、でもねこの机は別に壊れてないからねっていうそうどうしようっていう感じ。今モニター2台置けたらめっちゃいいんだよね、配信すごいしやすくて。それがだってここ横にさ1台置いてめっちゃいいんだけど、ちょっと今さ机がちっちゃいから置くスペースがなくって置けないのよ。モニター3台が主流なの、そんな置けない机からはみ出していくんだけど置けないんだよね。もう1台で結構限界、行きたいんだけどな、スペースが足りない、つけちっちゃいから。壁に穴開けられんってかさ、あの机の場所変えたからこっち壁じゃないんだよね、ここ壁だけど目の前壁じゃなくって違うんだよね。あ、ライトの色設定で変えれるの、ガレリアの PC 知らなかった今知った、変えれるんだこれ。そうね、縦に置きたくないここに携帯置いてるから横がいいんだよね、縦より横の方が見やすい、目線がどんどん上に行くじゃん。ここがいいんだけどスペースがないから、スペースがないんだよ。この前配信した時はゲームエペやった時はここにね1台ちっちゃいパソコンがあるから、なんかタブレットにさキーボード取り付けるみたいなタイプのパソコン、それがあるからここに置いて見てた。でも椅子は低いんだよね、位置がさ、だからであんまコメント大きく表示できないからさ、視線が低くなっちゃうから横に本当モニター置きた1枚。これと何インチだっけな、わかんないあこの前もこんな話したけど覚えてないです。でもなんかゲームにちょうどいいぐらいのサイズ今慣れるわけないでしょ、ならないっていうより慣れないそんな強くない、弱くない。24って聞いた、じゃあ24だね、電気毛布ね、私使ったことないんだよね今まで、持ってない。電気毛布は今まで全く使ったことない、普通の毛布。
ビシだもん、ビシ。いや、ビシそんなね、ずっとつけてないんだよね。そんなにずっとつけてない。こたつに電気カーペット、めっちゃあったかそう。逆に暑そうじゃない。こたつって。ずっと入ってたら結構暑いじゃん。最初いいかもだけど。逆に。猫湯たんぽし、あ、最高じゃん。最高じゃん。猫あったかいよね。わかる。いいな。動かない猫ちゃんなのかな。いい子だね。嫌がるからな、絶対に。こう連れてきてさ、自分の上置くじゃん、足の上とか置くじゃん、多分絶対逃げると思う。嫌がりそう、そういうの。うちの猫は猫の爪、猫の爪切るけどすっごいね嫌がる。私は、私無理。お父さんに。すごいのよ。あ、それ嫌なんだろうけどさ、切らなきゃじゃん。すっごい嫌がるね。でなんかもうどうにかしてさ、あの押さえてるんだから出ようとするからさ、引っかかりそうになる。怖いね。爪切りダメだね、うちの猫。ほんとお風呂も嫌がるね。でなんか誰かがお風呂入ってたら近づいてきたりはするの、こう興味で何してるのみたいな感じで。でもお風呂入れるじゃん、そういうタイミングで。逃げる。自分がこうお風呂なんか入れられるって分かったら逃げる。ちっちゃい頃、最近ねお父さんしかお風呂入れない、大きくなって、うん、大変。力強いし。粉子の頃とかさ、風呂入れた時にドライヤーする時とかに逃げてくのね。したらさ、あの下にさ敷いてるカーペットにちっちゃいさ足跡が残っていくの。それがめっちゃ可愛かった。肉球のあのちっちゃい跡が可愛かった。びしょびしょなのに走って逃げていくから。可愛かった。めっちゃ追いかけてたけど乾かしてないからね。え、お風呂、お風呂とかさ爪切り大丈夫ってか嫌がらない猫もいるじゃん。すごいよね。いやもう毎回道嫌がるもん、爪切るのもお風呂も。猫、うちの猫。なんか最近ガチャガチャでさ、
なんだっけ、ちいかわの猫のかぶり物のガチャガチャがあって、それ妹が見つけてきてくれてさ、あのそれ私があの回したいって言って、でも全然見つからなくって、妹が見つけて回してくれて、でなんだっけ、何が出たんだっけ、なんだっけ、あ、栗まんじゅうと、あ、時間だ、じゃあ栗まんじゅうとシーサーが出て、猫にかぶらせててめっちゃ可愛かったあのすごい嫌がってる動画送られてきたけど、じゃあ13位からとか読もうかな、ランキングを。すごい嫌がって、そのかぶり物のやつ脱いでる動画が送られてきた可愛いのに。じゃあランキング読みます。13位から見ますね。13位、筋肉愛好家さん、ありがとうございます。12位、バトニーさん、ありがとうございます。11位、日本語のアルマットマーク教科書さん、ありがとうございます。10位、ラスカールさん、ありがとうございます。9位、ユージャとマーク許可のまっすぐな瞳を守りたいさん、ありがとうございます。8位、ペグさん、ありがとうございます。7位、京夏アトマーク今日も明日も強化推しさん、ありがとうございます。6位、ズーシミケンスケさん、ありがとうございます。5位、大野隆文さん、ありがとうございます。4位、ロモーナさん、ありがとうございます。次、3位、フロンマンさん、ありがとうございます。2位、ニャンホソさん、ありがとうございます。そして1位がグラザットマーク許可タムズさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました、ありがとう、ありがとうございました、ありがとう。ありがとうございました。明日は明日ちょっと夜できるか微妙だから、何時ぐらい、何時にやろう、昼過ぎぐらい、昼過ぎ、夕方か、夕方ぐらいにやろうかな、夕方かお昼過ぎいや私は夜ねできるか分かんないんだよね、だから朝はやらない、朝早いのはちょっと私も心配だからやんないうん、朝は選択肢に入ってないお昼過ぎか夕方ぐらい、ちょっとねまだ何時にできるか分かんないな、うん、ちょっとまた明日時間を変わったらリバースで言います。日の出配信無理無理日の出って今の時間何時なんだろう、今の時間何時じゃない、今の時期今の時期何時ぐらいなの、日の出5時はもう5時以降ってこと、日の出配信って言ってるってことは5時まだ暗いのか、さっきその時間起きてないから5時、日の出前の時間6時か、やんないけどねやんないですけど、伝えないですけど、日の出配信なんて明日はじゃあそうね、さっきお昼過ぎか夕方ぐらいまたリバース DM で言います。
たということはやりませんやりません。お昼過ぎか夕方ぐらいでやろうかな、明日ちょっと夜できるか微妙なんで、また明日います、時間分かり次第。あ、時間だ。じゃあありがとうございました。またね、おやすみなさい、また明日。